おお。ああ、ルールあるじゃん。でも天井ない？あ、ないのか。すげえ、ここ。鳥猫なんかそんな歩かなんだっけ。そんななんか、薄汚い歩き方してた。はい。なんだ、びっくりした。なんだこいつ。なんかちょっとやっぱ最近の鳥山明さんチックだね、これね。声誰？はい。ガゴラ。はい。何の試練？試練？ああ、兵器を多分、ね、手に入れるための試練みたいなものかな。はい。ああ、なんか持ってるな。頼むよ。ああ、精神と時の部屋でやるの。OK。何？ピラミッドの奥。もう言えよ、最初に。すげえ戻るじゃん。くそー。行くか、じゃあ。ルーラの石だけ触って。めっちゃオスオスと書いてってる。あ、ほんと？あ、いやいやいや。ルーラね。うん。ルーラの石、触れた。あ、意外とちっちゃい。かわいい。意外とちっちゃいね、お前ね。よし。うわぁ。うわ、俺風邪ひきそうだよ、俺。こんななんかさ、すげえ寒いとこからいきなり。ピラミッドに飛ばされて、俺風邪ひいちゃうよ、そういうなんか寒暖の差が激しいと。よし、来たぞ。はい。行きましょうか。え？ああ、はい。え？いないけど。チェザールってここに来ないの？ジャイワールの王子か。そりゃそうだな。次のバトル。あ、ジャイワールドだから。あ、こんなことできんだ。へえ。よし、行きましょう。あれか。あったな、そういえば。奥。行ってなかったところだ。あ、曲がちゃんとピラミッドだ。プルルルルルルー。何？許さぬ？ひいて。いや、もっとやべえ化け物といっぱい戦ってっから、俺。うん、トルネコよ。今さらビビる相手いねえだろ。はい。初代の、ひ孫ぐらいのやつがいるけど、ちょっと。頼むよ。ひ孫がちょっと説得してよ。うわ、弱そう。余裕で倒せそう。いいね、曲がちゃんと3だけどや。ね、俺も思った。ククル大丈夫？なんかお前だけ。ククル何してんの？怖い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 、なんか。うん、そうだよな。説得して。早く。説得したらね、ボコボコにしてるけど。あ、何とぞ。おい、ポンコツだぞ、お前の。ヒーヒーおじいちゃんぐらい。ふざけるなよ、お前。なんでこんなポンコツがお前を収めてんだよ。セザールの話も通じない。セザールに言葉をあまり使うセザールで質問してる。何、秘宝のスナイパーって何。おっしゃ、よし、ついてるぞ。お、キラキラしてるぜ。見しちゃう、ゼシカのハイテンションモード。来る、かくなる上は。お前が来んの。あー、やってこいよ。どんな姿なんだろう。お父さん、音じゃなくてセザールのひいひいひいおじいちゃんぐらいのやつ。おー、うわ、かっこいい。あー、なにそれ、なにそれ、かっこいい、かっこいい。いってたよ、よいしょ。お、やりすぎちゃえ。なんかあったっけ、やりすぎちゃえ。あ、マキャド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 。なんかめっちゃ死んでない。え、めっちゃ死んでない。大丈夫。何すんの、ゼシカ。何何。あ、マランテか。さっきやってた、忘れた。はい、マランテ。お、すげえ、まとめた。いいじゃん。よし、というわけで、お前ふざけんなよ、バカ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 。マリベル、マリベル、マリベル頼むよ。よし、マリベルが、マリベルが、マリベルが助けます。マリベルが、マリベルが助ける。 OK、 OK、 OK。 怖い、ちょ、どこどこどこ、クールどこ、クールどこ、クールどこ、あれか、あれがクール、違うな、クールどこだ。え、クールどこだ。あ、いやよいしょ、頼むよ、まったく。よし、行くぞ。よっしゃ、マイケル、さすが。オッケー、オッケー。ああ、こいつ怖い。何これ、何これ。超強いんだけど。よみがえし、過ごした。すげえした。あ、痛い。小さなメダルだ。ラッキー。小さなメダルってなんかいろんなとこ出ないんだ。出ろ。どんどん。おほほほ。ククールが。せっかく水しか助けたのに。え、ねえよ、しかも。え、もう葉っぱねえ。やばい。どうしよう。ちょっと落ち着いて、だから落ち着いて。
ずいっつってんだろ、バカ。あーもうちょっと強すぎる、こいつ。強すぎ、落ち着けよ、落ち着けよ。いらなかった。全員出そう。とりあえずちょっと音になる。全員出す。でもうちょっと倒せるから。まあヒアトーができない、ヒアトーも。よし、最後にセクシービーム倒したけど、まあいいや、そういうわがままやめとこう。ドラドラー、ゲイ、普通に倒す。いや結構強かった、なぜならククールがもう死んでるひどすぎる。ククールゼシカ助けて死んだから、ちょっと男前だったないや普通に会話すんな普通に会話するな、お前。そんななんか、デート。よし、ゲットしたぜ。さあ、戻ってきたぞ。うん。ちょっと可愛いと思うけど、鼻の穴なかったらめっちゃ可愛かったな。あの、鼻の穴もちょっと可愛いな。うん。何、試練。行きましょう、じゃあ、そのまま。クールで行くか、クールで。うい。いいよ。はい。初めてぞ。え、オンライン仲間に助ける。まあちょっと一人で行くわ。ボッチマンで。ね、普通の戦闘とかと同じってこと？はい。何さっきから悟空なの？初めてぞ。うわすげえ。サイケデリック。バズズ、ベリアル、アトラス。あ、いいね。これなんだっけ？わ、2だっけ ?2 のボスら辺のやつだっけ？さあ、買って、でかいな。でかいけどさすがにちょっと。はい。あ、力、やっぱ召喚獣ってこと？バズズとかって。あ、いねえじゃん。あ？では、一人ずつってこと？早速始めるぞ。はい。モンスターコインを使ってこの。モンスターコインを使っておく。いいね、こういうの楽しい。あ、ジャンプができた、できた。モンスターコインを時間内にメインパー集めてくるんだ。はい。どっから行くの？ここから？あ、いたいたいた。おいやー、行くぞ。うおー。少しでも足が。ダメージだぞ。あ、じゃあ選びもあるってこと？選びも必要ってことかな。この武器にした方がいいみたいな。よし、手に入れたよ。オッケー、マックスまでないとで。わしの試練は合格じゃな。うん。で、これを使って何するんだ？何をするかによるぞ。走り方出せえな。よっせよっせって。守り抜く力を試す。何それ？うん。ああ、ベビーサタン。かわいいね、ベビーサタン。うん。物たちから守り抜く。ええ。と言って。先ほど集めたモンスター。ああ、ほんと？どっからとかない。これ、ない。四方からじゃないでしょ。ここ。四方からか。じゃあ、1。頼んだぜ。2。3方だね、3方。3、4、5、楽じゃん。やっぱそうだな、これでいいだろ。で、とりあえず全員で倒す。まずは、魔物のあれ、あ、番にいる、あ、いる、じゃあ、それを倒そう。OKOK、いるぜ。いるでーす。嘘、早いんだよ死ぬのが。ちょっと意外とクール打たれ弱いな。オッケー、頼む頼む、逃げる逃げる。あぶぶぶぶ。で、アイロス倒されて万人よ。なんだこれは。まだまだ、ここからが本番だ。大丈夫かな。何増えたってこと？何ビリアル軍団って、いつから軍団対軍団だったんだよ。戻るぞ。まだ一人も死んでない。ああ、木がやられる。おいおい、味方が一人倒せば。ああ、やばい、やられた。けどすぐ補充、いけ使いすらかな、完全に。いけ。待って、じゃあ見ながら首さたがられてる。あ、なんか小動物同士でやられてる。お前ふざけんな、いけ
木を倒せ。したらあっちで、まあ、チクチクやってるからな。ククールに関してはオッケー倒したよ。よし、あと最後のなんだっけ、アトラスだけが。このままテンション維持だよね。それでは最後の試練を受けるよ。聞いたことある声だな、シンロンの声みたい。ドラゴンボールをやらせるしもれよってやつ。はい、いやお前かい。他のやつちょっと空気読めてないみたいになってるじゃん。なんでお前かよ、最終的に。やばい、そらまずい。ほら目ん玉にぶっ刺してる。ズベーン、あぶねえ。ねえ、そうだよな。一応ちょっと減ってる。どうすればいいんだろう。よし、テンションマックス。多分目が弱点なんだろう。行くぜ。困るな。あ、すげえすげえ。バイーンってなった。で、だって不思議なたまりも打っておこう。かわいいね、これ。なんか、この、ちょっと透かした感じが逆に良かったですよね。クール気に入った。でも結構効いてるぞ。おら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 。おら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 。そして、どうなの？見せてやるよ。おう。あ、バギークロスじゃなくて、グランドクロス。おお。グラクロ、あ、絶対これじゃん、絶対この目じゃん、絶対この目が弱点だろうが。そうか。どうだった。クールがバイキルとする。で、フージがテンションマックスになる。オッケー。で、凍らせる。で、いや、サミダリギな、サミダリギにしまくる。サミダレ蹴りをアキレス腱にスバスバスバッつって、ジャックハンマーみたいにアキレス腱噛みちぎっちまえ。よいしょ、バババババイーンでいけ。いくぜ。よしよし、ここまでだ。え。いやいやいや、何それおい。俺はまだ終わってるぞおい。それ 目にピューって。なんだよおい、俺はまだ終わってないぞ。俺の中では、俺が一番輝いてたって。当然だろう。誰が言ったのそれ。言えよおい、名乗り出ろお前ら。お前らの中で今言ったやつ。え、あ、これでいいの、もう兵器もらえちゃう感じ。さあ戻ってきたよ。じゃあ誰で行こうかな。じゃあマリベルで行くか。マリベルです。何くれんの。頑張ったよ。え、簡単にくれた不思議な小箱。何それ、あれかな、湯沢屋とかに売ってるやつかな、あの可愛らしいやつ。なんだよ、なんだとはなんだじゃないよ。なるほどね、わかりました。ギガントと最低の時に出すか。なんか終わって、いや終わった終わった終わりっつって普通に生きてたら。ずっとやってたの本当に。結構時経ってるけどずっとその向かわせたの。ゼビオン、いや後ろ見てみ、後ろ後ろ見たらね、もうゼシカがボヨーンっつって、ゼビオンがおーっつってなるはず。増えてないっつって。伝説の兵器は見つかったのじゃない。見つかったよ、箱がな、時の猶予もない。箱てすぐにその力を使うのじゃ。よし、どれのこと持ってる。箱ちゃんと小箱、あ持ってる。なんかちっちゃい。うん、えアトラスってこと？アトラス対ギガントドラゴンってこと？大丈夫お前、本当に？俺ちょっと勝つぞだけどお前に。おいっすじゃないよ。はいはいはい。あ、いいねでも対人。うん？はい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 。え、もしかして俺が動かすの？あ、やったー。のーしのーしってやった。ほらどけー、なめんな、ほらくすよ。なんじゃお前は。なめてんじゃん、ええぞな、お前は。何これ、こんな楽しいゲーム。いや足しか使ってないけど
大丈夫漏れてない敵大丈夫だねおらおらドジーやばい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 よいしょドジーやっぱ売ろうとしたんだトロネコ商売上手だなお前はおらードキなんかぶつかったかなっつっておでーっつっておでちょっとマイバスケット行ってくるっつっておでーなんかぶつかったかとっておれこれ何これこのよいしょこれ壊すといけるってことおれ強っ強かおたけびはうらーあおたけびそんな強くないやっぱり広範囲だもん広範囲だもんね蹴りが強いやん視覚が多分本気バブーン強これ超楽しいけど遅え足がえこれさえ壊せないのこれおれどっかにいないのこれの元になったやつとりあえずギアントラを倒せばいいのかな行くかあ HP 意外とあるなこれ気をつけないとダメだなえでもギアントラは届かないもんな行けなくないおらあでも魔物のあれ消えてる待って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 あれどうやって消すの、うん、え逃げ出したってか敵の勢いも弱まったようだじゃあてめえだけだ俺は台湾じゃあの巨大な魔物だけを台湾しに来ましたいいねゴエモンインパクトみたいで楽しいよこれあ相手もやる気だビョーンって相撲みたいだな今すげえ腹だなお前可愛らしい話してんだあこっちもおたけび作業コーナーあおーんって俺がやりたかったのよそれくぜついにデカ物のお出ましだねおら行くぞのろし上がったおらぶっ倒すよって乗り込んでるみたいな言い方な何うんよし我輩のアドバイスに従う従う教えてあいた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 あーオッケー立ってこいおれこれをガードしてでボカーンなんだこの戦いはボカーンああんまり食らってないなよいしょ何ガードあれガードがすげえ遅いいやすげえ遅いダッサー何これあガードそういうことなのかガードあーオッケーおたけびね、おたけびおたけびおたけびしようおたけびするとうわーうわーって遊んでんのか俺らおいボカシやばい、違うの違いそううん、うん、引けないねどうすんのあ、負けない、負けない、負けない間違えたやばい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 難しいこれ結構あー頼む起き上がってくれほら近づいてうるぅ蹴り上げたら股間をバコーンって金敵はねどんな時でも有効な手段なんで2発殴れる殴ったら待っておらチャスがいたかお前これカプエスでカプエスで培った俺のチャスが能力どら K グループで遊んでる時いつもやってたわはいおたけびドルーンわーってやられたーってうるさーいドーンってこれいいのかこのもっさり感ほらなんだそれはかわいいこいつらこいつらかわいいぞよいしょもっとあるだろう。あぶね。よっしゃ、ほらジャスがうめえな俺。俺ら。2発殴る。2発殴って、で、多分次の一発で勝ちなんじゃないか。さあ、それか。終わりだ。最後の一撃。最後の一撃は切ない。いいね。お、また、ずるいなこれ。獲物持ってて武器。倒したぜ、ギガントドラゴン。よし、このまま行こう。
そのままダラルもこうやってうーんってあーんつって食べようぜダラル。用は済んだとかって言うの？お前なあ、もっとあるだろう。サービスというかさ、もう一回行ってこうぜあそこのところ。はい、というわけで本日はね、ここら辺でちょっと一回やめにしようと思います。まああとなので五右衛門インパクト戦があったので、まあ、ちょっと楽しみましたけども、次はねダラルの王のとこにすぐ行くと思うんで、はい、そのシーンから始めると思います。